ビデオダイアリー、August the 2nd, 2023, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌、2023年8月2日、林博士です。こんにちは。神は存在するのか、しないのか、存在するとしたらその証拠があるのか、物的証拠があるのか、ということになりますね。ということで今日はですね、朝一番に4本の動画をアップロードさせていただきました。この4本の動画はですね、大変意味のある、意味が重い、あるいは神の存在そのものをですね、直接的に証明する物理的証拠ということになります。というようなことを言うとですね、っていうふうに思われる方も多いと思いますけども、それにはですね、それぞれの絵の持つ意味、内容、暗号、伝言をですね、解読する必要があるわけです。で、これから紹介する5人の画家たちの4枚4作品はですね、私、林博士は神自身の制作によるものだと判断しています。その理由の第一がですね、それぞれの画家たちが知る由もなかった。当時の常識としてはですね、知る由もなかった、またそういう常識が全くない世界で、2012年以後のですね、私、林博士が発見した事実が、その中に隠されていた、ということなんですね。まあ、そのところからですね、つまり、それぞれの絵はですね、それぞれの画家が描いたものではないと判断しました。例えば今、ご覧いただいているのは左上の絵ですけども、これは、ミケランジェロ・ブロナティーノの描いた、カシアの戦いの絵です。この中にはですね、2人の女性が明らかに描かれています。一人は乳房、一人は性器が表現されています。明らかに女性です。で、合計で1プラス19、1、なわちイエスということになります。と、19人の弟子ということになります。で、イエスはどこにいるかと言いますと、右下の花冠をかぶっている点に注意してください。つまり、こうした事実をですね、私は2012年以後に発見しました。で、これは、メディウス号のイカダと題された絵ですけども、ジャンジェリコが1819年じゃなくて18年、まあ、1800年少しですね、ちょっと年号が違ってるかもしれません。メディウス号のイカダと題された絵ですけども、この中にも1プラス19人が描かれています。合計20人が描かれています。で、中央の、いわゆる穂の下にですね、暗い部分があって、その中に2人、3人と描かれていますから、まあ、今まで見落とされてきたんじゃないかなと思いますし、ジャンジェリコ自身もですね、まあ、この実際にこの事件があったということでですね、まあ、助かった生存者の数にこだわったということですけども、しかし実際には19人、19人だったということです。この赤枠で囲ったのはですね、胸が現れている、まあ、女性ですね、ヒゲがないということで、まあ、その男性でしたらね、いかだに乗って漂流していればヒゲが生えてくるわけですけども、ない、胸があるということで女性。そして左の下の人物はですね、これ女性なんですね。一見すると P があるように見えますけども、これは P ではありません。つまり、性器が描かれているということですね。こんなところもですね、先ほどの開始の戦いの絵と一致していくわけです。そして、この左上のね、ジャンジェリコの、テオドール・ジャンジェリコの、いわゆるメディウス号のいかだの絵の中にもですね、イエスが描かれています。頭に花冠をかぶっています。白いバラの冠ということになります。その今、この今、性器、左のね、性器が出ている女性をですね、抱きかかえているのがイエスということになります。では、このイエスはイエスですけども、この女性は誰かと言いますと、言うまでもなくベタニアのマリアと繋がっていくわけです。で、今度は右を見ていただきたいんですけども、ミケランジェロの描いた埋葬の絵とですね、ニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たち、の絵はですね、特にこの石棺に注意していただきたいんですけども、全く石棺の形が同じです。ね、右のですね、白抜きの部分に石棺が描かれていて、大きな石棺ですね。そして、まあ、その、ジャンジェルコーの描いたアルカディアの牧人たちの中の石棺の形とパーフェクトに一致します。と同時に、その石棺を囲む2人の人、上は2人、下は3人いますけども、2人の人物も一致しています。そして、遠くにはですね、ミケランジェロの絵の方はですね、上の方に、上、左ですね、いわゆるピガラシさんが描かれています。そのピガラシさんの上にですね、ウサギの頭が描かれています。これを私はウサギと考えて、判断しました。そして右の絵のね、上の下の絵の中にもやはりピガラシさんが描かれています。今大きくしてみました。
で、中央上の方ですね、この山がどこかということを探したんですけども、まあ、イエスがですね、石棺に収められて、いられててね、収められたベカラシ山だと判断しました。まあ、ベカラシ山というのはレンヌルシャトーからですね、11.5 キロです。まあ、その謎を他のと言いますか、全く違う方向から解いていって、こうして2枚の絵の一致点に達したということです。なあし、左がですね、ミケランジョの描いた埋葬の絵、右がですね、プッサンの描いたアルカディアの牧人たちという絵ですけども、この絵がですね、共通してですね、同じものを描いているということですね。つまり、石棺を描いて、遠くにベカラシ山を描いていた。このベカラシ山についてはですね、詳しく検証してますので、またそちらをご覧になってください。今日の、発表した動画の中に、まあ、それを B 号ですね、の中に含めておきましたので、またそちらをご覧になってください。で、今度は下を見てくださるんですけども、フェルナンド・コルモンの描いた、エホバの呪いの前にですね、Before the Curse of ジェフォワという題材ですけどね、から逃れていくカインと題された絵です。で、先頭を歩いていくのはカインです。で、台の上に乗っているのがアワンということになります。で、膝の上に二人の子供が描かれてますね。この二人の子供は誰かということですけども、まあ、長い間迷ったんですけども、その謎を解くヒントをですね、今度はミケランジェロがシチリナのね、礼拝堂の天井画の中に描いてくれました。それがですね、アダムの追放と題された絵ということになります。それもこの今出てきますので、また見てください。そしてこのアワンの胸に抱かれているやや色の濃い子供とやや色の白いってますね、比較して相対的に白い子供と描かれてますけども、こんな点にも注意してください。そしてこのフェルナンド・コルモンの絵の右上にはですね、頭の平らな、頂上が平らな山が描かれています。私はこの山をパパムリ山と判断しました。エルブルス山の麓にある、いわゆるプロメテウスがですね、人間改造の罪に問われて、わしについばまれるという刑を受けたあのファバムリ山です。まあ、このファバムリ山説についてはですね、バイ・林博士説ということになりますけれども、まあ、現地、グルジアの方ですけどね、ジョージの方に、まあ、そのような情報をいただいたというか、聞きました。つまり、ファバムリ山というのは現地ではですね、昔からプロメテウスが鎖でつながれた山として知られているという情報ですね。はい。で、下がですね、ミケランジェロが書いた、アダムの追放と題されているんですけども、一般的にですね、この真ん中の中央の木を境にしてですね、左がアダムとイブの若い時、右がアダムとイブが追放される時と言ってますけども、この二人にアダムがいるかというと、この二人のアダムの顔は全く違いますね。鼻が違います。左のアダムは鍵花です。右がアダムと言われている人物は、これはアダムではなくてカインだと。その証明は別、まあ、今日の動画の中でしましたけども、鼻が反り花です。顔が全く違うということですね。ですから一般説というのはそこに矛盾が生じてくるわけです。で、左の人物がですね、カインであるという証拠はですね、シチリナ礼拝堂の壁画の方の最後の審判の中に書かれている人物の顔と一致し、なおかつアダムの創造の中に書かれている神とですね、まあ、それがカインということになるわけですけども、一致していくということで、まあ、この、いわゆる、まあ、アダムの追放と題された絵はですね、つまりアダムの追放の絵ではなくて、カインとアワンの追放の絵ということになるわけです。で、剣を持った天使がですね、一般説によれば、あっちへ行けというふうに剣で方向を示しているなどという、まことしようかな説明がなされてますけども、実際にはこの剣は、カインの首を刺してますね。そしてその剣を持ったその天使はですね、じーっとその矛先を見つめてますね。ということは、方向を示しているのではなくてですね、つまり剣を刺してカインを殺そうとしているということになります。もちろん中央で木に絡んでいる下半身大蛇の人物はですね、ラミア、すなわちイナナ・マリアということになります。で、今度は右下の絵ですけども、今度はパブロ・ピカソがですね、いわゆるダヴィンチの描いた絵と全く同じを描いているということです。右の岩窟の聖母がですね、下半身大蛇のラミアであるという発見はもう今から10年近く前にしました。で、それはそれとして謎を解いていったんですけども、やがて今度はパルピカソのゲルニカが出てきたということになります。まあ、一般説によればですね、ゲルニカの一般的な解説によればですね、戦場のゲルニカで自分の我が子を亡くした母親がですね、天に向かって泣き叫んでいる枝なんてね、まことしやかな説明がされてますけども、この人物には尻尾があります。この尻尾の形と岩窟の成分の尻尾の形が一致します。90度回してですね、左右反転してみてください。全く同じになります。ということはですね、この、ゲルニカも出てきましたけども、そのゲルニカの一番右、左端にいるのはですね、これは天を仰いで泣いている女性ではなくて、つまりはラミア、すなわち下半身大蛇のイナンナ・マリアということになります。
まあ、他にもいろいろ調べていくとですね、細かい点で、つまりですね、ゲルニカは戦場の惨状を描いた絵ではなくて、つまり反戦映画で、参戦絵画ではなくてですね、つまりは、神々オールソーランズ by 林博先生と繋がっていきます。この三角形の今、旧枠で囲ったのはですね、暗闇の戦いの中に描かれている、まあ、替え玉のイエスですね、手に聖光があって刀を持っています。パブピカソのゲルニカの中の人物もですね、折れた刀を持っています。これはイエスじゃありません。聖光があってもですよ。なぜならば、イエスは刀などを持つはずがないわけです。つまりこの人物は、本物のイエスの代わりに処刑、十字架にかけられて殺された替え玉のイエス説林博一とつながっていきます。つまり本物のイエスはですね、十字架にかけられる前にすでにイナンナ・マリア・バプテストの羽根、裏切り者のユダの3人によって胸を締め付けられるという拷問を受けて殺されています。まあ、その今ちょうど上に出てるのはアンギャンだったか、下がですね、パブロ・ピカソの絵ということになります。で、もう一人にここで注意しなければならない人物が、要するにセント・ジェロームと題された絵ということになります。まあ、パブロ・ピカソのね、ゲルカの右下にですね、奇妙なポーズで描かれている老人が描かれています。はい。その老人は、まあ、ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームのポーズ、左右反転してますけど、全く同じです。まあ、ちょうどね、手の聖痕を皆さんにご覧いただいています。つまり、この中央の人物、馬に敷かれているね、人物には聖痕があるということですね。これ今、木枠で囲ったのは、これはですね、自由の像です。髪の毛が7本であることも注意してください。自由の像の光線は7本です。まあ、こんなところにですね、まあ、普通ならば気がつかないような事実が隠されているということになります。つまりパブロ・ピカソはですね、これをどういうふうに説明したかと言ってみますと、私にもわからない。馬は馬だ。牛は牛だ。君たちがどんな解釈しようとも、それは君たちの勝手だ。なんてね、言い直ってますけども、パブロ・ピカソも何の絵だか全く知らなかったと思います。というのは、宗教画らしいものはこの絵一枚だけなんですよね。つまり、パブロ・ピカソは、まあ、そういう意味では宗教的な教養のなかった人ということになりますから、つまりは、他にありませんからね、パブロ・ピカソ何百枚も書いてるんでしょうけども、宗教画ってのはないわけです。しかし、この一枚だけはパーフェクトに宗教画だということですね。まあ、つまり、パブロ・ピカソもこの絵をですね、神から書き与えられたということになっていきます。今、セント・ジェロームの絵を皆さんにご覧いただいてますけども、左がダ・ヴィンチの描いたセント・ジェローム、右下、キー枠で囲ったのがですね、パブロ・ピカソの描いたセント・ジェローム、奇妙なポーズを、まあ、してますね。つまりこれはですね、セント・ジェロームに見せかけていますけども、左の絵はですね、神です、61、すなわち神です、そして27という数字が反転して書いてありますけども、27はカインを意味するゲマトリアということになります。すなわちここに書かれているのは、カイン・キリストということになりますね。神です。そしてそれと全く同じポーズの絵をですね、パブロ・ピカソが、ゲルニカの絵に描いているということですね。こうして、まあ、この3つを取り上げてもですね、ダ・ヴィンチの絵をそのままパブロ・ピカソが描いていたということになります。しかし、上の3つ、上というかですね、その今言った、下半身大事のラミア、それから馬に敷かれて、頭から血を流している人物、そして、衣装を持ってですね、奇妙なポーズをとっている老人などがですね、こうしたそれぞれの絵の中に隠されているということを発表してきたのはですね、2012年後の私、林博ということになります。パブロ・ピカソは1937年、それから約80年、70年前にですね、そうした事実を知っていたということは絶対にあり得ないわけです。ここが重要ですね。つまり、この一番この中で分かりやすいのは、パブロ・ピカソのゲルニカを見れば皆さんもですね、なるほどそうなんだと、パブロ・ピカソが知る由もなかった事実がパブロ・ピカソの書いたゲルニカの中に書かれているということをですね、皆さんもご存、まあ、発見できますか。私の説明をですね、聞いてくださるならばですね、パブロ・ピカソは絶対に書けるはずがなかった絵ということになってきます。じゃあ誰が書いたか、じゃあダ・ヴィンチの絵も、それからパブロ・ピカソの絵も誰が書いたかということになりますと、時空を超えた画家、すなわち神ということになってくるわけです。すなわちですね、神が書いた神自身のつまりは作品ということになります。言い換えるとこうした絵がですね、物として残っているということはですね、つまりは物的証拠ということになります。つまり神が存在するという物的証拠ということになります。他の3つの、まあ、場面ですね、今左上にはジャンジェリコーの描いたキリスト、頭に白いバラの冠をかぶってますね。はい、つまりこの人物が神、すなわち1プラス19人で、まあ、カシナの戦いの中の1プラス19人と一致するということになります。で、右上はですね、これは、埋葬の絵とですね、それから、アルカディアの牧人ですね、ニコラ・プスさんの描いたアルカディアの牧人です。
で、その絵の内容が全く同じだということです。もちろん、ミケランジェロはフランスへ行ってたという、まあ、記録はないと思います。私は知りません。イタリアの画家ですからね。ただ、ニコラ・プッサンについて言えばですね、フランス人の画家ですから、まあ、そのピカラシさんをですね、まあ、正確に描いていたとしてもおかしくはないということになります。というところにね、焦点を当ててですね、今日の動画をご覧いただければ嬉しいです。つまり、神が存在したという物的証拠があったということになります。で、最初の部分だけね、このまま音声を出しておきますので、最初の部分だけご覧ください。では今日はここで失礼します。バイ。It has been painted by Michelangelo Buonarroti around 1504. This painting shows Jesus and his 19 disciples. However, in 1819, about 300 years later, Teodoro Gianjericho drew a picture with exactly the same content entitled The Raft of the Medusa. Among them, Jesus and 19 disciples are also drawn. 時間と空間を超えて別々の画家が同じ内容の絵を描いていたら、あなたはそれをどう判断するでしょうか。例えば左絵は1504年頃、ミケランジェロが描いたと言われているカッシナの戦いと題された絵です。この絵の中にはイエスと彼の19人の弟子が描かれていますが、全く同じ内容の絵を1819年、約300年後にテオドール・ジャンジェリコーがメデュース号のイカダと題された絵を描いています。その絵の中にも同じくイエスと19人の弟子が描かれています。広島屋市、浜松市、ジャパン、August 1, 2023. In the upper right is a painting by Michelangelo Buonarroti entitled The Entombment. In this painting, you can see Mount Pigarash in the background and a big sarcophagus. However, in 1640, about 140 years later, this time, Nicolas Poussin painted a picture with exactly the same content entitled The Arcadian Pastors. Please compare carefully theDistant mountain and the sarcophagus. また右上はミケランジェロが描いた埋葬と題された絵です。この絵の中には背景にピュガラシュ山が描かれ、石棺が描かれていますが、全く同じ内容の絵を1640年、約140年後にニコラ・プーさんがアルカディアの牧人たちと題された絵の中に描いています。遠くに見える山と、そして石棺を注意深く見比べてみてください。Below left is a painting by Michelangelo Buonarroti named The Expulsion of Adam. Adam and Eve are depicted on the left side of this painting, together with Cain and Abel on the right. Also, please note that a flat mountain is drawn in the distance. In 1880, about 380 years later, Fernando Colomón drew a picture entitled Cain fleeing before Jehovah's curse with exactly the same composition as that picture with a flat mountain on the right top. The painting also shows Cain and Abel and Adam and Eve. Please
Please compare these four figures, also paying attention to the skin color of Adam and Eve and two babies beside Aaron.左下はミケランジェロの描いたアダムの追放と題された絵です。この絵の左側にはアダムとイブが描かれています。遠くに描かれている山にも注意してください。で、その絵の構成と全く同じ絵をフェルナンド・コルモンが1880年、つまり約380年後にエホバの呪いの前に逃れるカインと題された絵を描いています。その絵の中にもカインとアワン、アダムとイブが描かれています。アワンに抱かれているアダムとイブの肌の色にも注意しながら、これら4人の人物を交互に比較してみてください。Below is a painting of Michelangelo's John the Baptist. To the left, the painting is a beheaded man in a jar. In 1937, 400 years later, Pablo Picasso drew the same person as that man in a painting titled Guernica. Please note that the legs of the character in the two pictures are bent, but each have five toes. そして右下はミケランジェロが描いたバプティストのヨハネの絵です。その絵の中の左に壺の中に入れられた首のない人物が描かれています。その人物と同じ人物を1937年、つまり約400年後にパブロ・ピカソがゲルニカと題された絵の中で描いています。2枚の絵の中の人物の足は折れ曲がっていますが、足の指はそれぞれ5本ずつ正確に表現されているという点にも注意してください。All of these facts are just what I, Hiroshi Hayashi, have discovered after 2012. Along with Michelangelo Buonarroti introduced here, it is a fact that four other painters had no way of knowing these facts. In other words, these five artists painted these paintings without knowing what they were. However, these paintings transcend time and space and are connected commonly with each other. So, these paintings are not paintings painted by these painters. In other words, these paintings were painted by another painter beyond time and space.Needless to say, it is a painting drawn by a painter who transcends time and space, that is, by God. Yes, that's right. A painter who transcends time and space painted these masterpieces, or a painter whom we call God. At the same time, the fact thatThese paintings remain now here as paintings today means that these eight paintings themselves are physical evidence that God actually exists. In the following videos after this, in order, I will show every one of you these facts with proof and evidence. If you doubt the existence of God,Please watch these four videos once. I would be honored if you could experience the existence of God for yourself.
ここに話している事実はすべて私林博が2012年以後に発見したことばかりです。ミケランジェロ・ブラヌティも含めて他の4人の画家たちが知る由もなかった事実ということになります。つまりこれら5人の画家たちはそれぞれが何の絵であるか知らないままこうした絵を描いて発表していたということになります。これらの絵がこうして今時空を超えて共通性を持ってつながっています。ということはこれらの絵画はこれらの画家たちによって描かれた絵ではないということになります。つまり時空を超えて別のもう一人の画家によってこれらの絵画が描かれたということになります。言うまでもなく時空を超えた画家、つまり神によって描かれた絵画ということになります。そうです、神です。時空を超えた画家、つまり神によって描かれた絵画ということになります。そして同時に現在の今こうした絵画が絵画として残っているということは、つまり物として残っているということは、これら8枚の絵画そのものが神は現実的に実在するという物的証拠ということになります。以下順に4本の動画をこの後皆さんにご覧いただけるようにしておきます。神の存在を疑う人はどうか一度これら4本の動画をご覧になってください。